ました。では本日のブルーベッカー対浦安戦の感想をお願いします。はい、相手が、ね、本当にいいチームだったというのは、まあ、スカウティングをしてても、分かっていたことなんですけども、まあ、それが本当に、ね90分通して相手の、まあ、気配や、気迫だったり球際の強さ、まあ、ジュエルのところ、まあ、地上戦も空中戦も含めて、まあ、勝利に値する、プレーを浦安さんがしていたのかなとは思います。まあ、そこで、ね、我々も必死に、対抗して、いい時間帯で、まあ、2-1 にしてあわよくは最後ヘディングハーフタイム終わる前に、ボブのヘディングで、まあ、追いついていたらまたちょっと違う展開になったかもしれないですけども、まあ、前半も後半も、ね、開始早々に決められたのは、非常に痛かったかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。では次節最終戦への意気込みを聞かせください。はい、もう我々は、ね、本当に自分たちのサッカーがやっぱりもっともっと、良くすることっていうのを、突き詰めていきたいと思いますし、まあ、それは本当次の、練習から始まって、次の試合に向けて1週間しっかり準備をして少しでもやっぱ強く、少しでもいいチームになれるように準備していきますので、最後ねホームのサポーターの皆さんの前で、しっかりと勝って優勝を決めれるように準備していきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。